名を知ってるかい？長官太郎と言うんだぜ。新聞配っても三月雨や足にゃ慣れたけど、やっぱり夜明けは眠たいな。母ちゃん、早く元気になってちょうよ。おいらやっと新聞配達に慣れたんだがや。でもよ、やっぱり夜明けはよ、どいら眠てやでかんわ。俺、ちょっとまっぺんひとっぱし行ってくるでよ。帰ってきたら、あったきゃー、ちんちんの味噌汁作ってやるで。あんばよ、まっとってちょうよ。ええなもん。今朝も出かけに母さんが苦労かけると泣いたけ。病気でやつれた横顔を思い出すたび、この胸にちっちゃな闘志を燃やすんだ。たとえ父さんいなくってもひがみはしないさ、負けないさ。新聞配達つらいけど、きっといつかはこの腕でつかんでみせるよ、でかい夢。